ルート128駅は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、ウェストウッドユニバーシティアベニュー50にある駅。全米各地を結ぶ、旅客鉄道のアムトラック及び、ボストンの近郊輸送を担う、マサチューセッツ湾交通局プロビデンス、ストートン線が乗り入れている。駅1974年11月待合室2004年9月ボストン、郊外、ウェストウッドにある、この駅は、 近傍にある市内の西部を周回する高速道路からその名前が付けられている。この新しい動脈とインターステート95号線とのインターチェンジを活用するために、ニューヘイブン鉄道が高速道路に隣接する駅を建設することに決定した。その頃のほとんどの駅は中心市街地に建設されていたので、徒歩または公共交通機関を利用して簡単に利用できた。 ニューヘイブン鉄道車場フレデリック、C ・シー・ドゥマインの指揮で1953年に完成したルート128駅は自動車でアクセスできる最初の鉄道施設の一つだった。その主な魅力はボストンに向かう通勤客が利用できる大規模な駐車場だった。50年以上経った今、当駅は 都市間鉄道輸送の乗客とボストンへの通勤客が引き続き利用している。現行のルート128駅の駅舎は2000年に開業し、新しく運行されるアセラエクスプレスのための電力設備を含む北東回廊の北端に位置するボストンまでの主要な改良と同時期であった。もとの駅舎はわずかに北に位置し、 双方のホームにあったプレハブ構造の駅舎であった。それらは1965年まで頑丈なレンガ作りの駅舎に建て替えられたが、現駅舎がその南側に完成すると解体された。アムトラックの停車する列車は下記の通り。マサチューセッツ湾交通局の停車する列車は下記の通り。ありがとうございます。